フロリアント・バンは、フランス・オルレアン出身のサッカー選手。フランス代表、ティグレスナル所属。ポジションは FW。オルレアン郊外のクラブでキャリアをスタートさせ、2008年15歳の時にリーグアンに昇格したばかりのグルノーブルフット38に加入する。当初は、怪我に苦しむものの U-17、U-19、リザーブチームで徐々に頭角を表した。 2010年、リーグでのグルノーブルフット38でプロデビューを果たす。このシーズンには3試合に出場するもののクラブの財政的な問題で契約を解除した。2012年、リーグでから昇格したばかりの SC バスティアに3年契約で移籍。加入当初はフレデリクネイ率いるリザーブチームに出場するが、シーズン終盤には、 フレデリック・アンツ率いるトップチームで徐々に出場数を増やし、最終的にはリーグ戦に13試合出場。またこの2012から13シーズンにクラブは2期連続で昇格を果たし、リーグアンへの切符を手にする。2013年、リーグアンの第10節 FC ジロンダンボルドー戦で2得点を決める。さらには2013年3月16日の オリンピックリオン戦でも2得点を決め4から1での勝利に貢献。2013年1月29日、ラスックリールメトロポールへ350万ユーロでの移籍が決定し6月まではレンタルの形でバスティアに残留。このシーズンの活躍でアンフップが選ぶ年間最優秀若手選手をマルコ・ベッラッティ、リュカディニュ、レミカ・ベラを差し押さえて受賞した。 2013から14シーズンより、リールに所属する予定だったものの、リールがヨーロッパでのカップ戦出場権を逃したこと、自身を獲得した監督のリュディガルシアが退団したこと、さらに給与の低さなどが重なり、移籍史上最終日の9月2日に、オリンピックマルセイユへ移籍した。2015年8月19日、入滑するユナイテッドに移籍した。 2016年1月31日、シーズン終了までマルセイユにレンタル移籍した。シーズン終了後、ニューカッスルに復帰したが、2016年8月4日、再びマルセイユにレンタルで移籍した。買い取り義務が付随したレンタルとなる。2021年5月7日、マルセイユを契約満了となる、シーズン終了後退団し、メキシコのリーガム x 1ル。 ティグレスに加入することが発表された。フランス代表として U-18、U-19、U-20 でプレー。2013年トルコで行われた FIFAU-20 ワールドカップの優勝に大きく貢献した。ありがとうございます。